明日天気になれ。はい、皆さんお疲れ様です。今日はですね、何やらちょっとこう賑やかしい感じになっておりますが、えらいことになってますね。こちらは世界中60カ国で大人気なニキというドイツのぬいぐるみメーカーさんの商品なんですけど、ドイツなんですね。そうなんですよ。のちょっと新しいアイテムがめちゃめちゃ入荷しましたのでご紹介したいと思います。ニキっていうのが、先ほど言ったようにドイツのぬいぐるみメーカーさんなんですけど、うん、1986年だから私の1個下です。なんてコメントしてる。歴史がありますね。歴史があるぬいぐるみメーカーさんなんですけど、うん、そのぬいぐるみメーカーさんが出しているキーホルダーとかペンポーチがすっごい人気なんですけど、見たことあるもん。はい、でその他にも今日いっぱいあるのでちょっと紹介していこうかなと思います、はい、でまずこれがなりきりヘアバンド。すごいね。こうやって頭につけるやつ。なるほどね。それは新しめの食品なんですかね。そうですね、新しめなやつで、うん、なんか顔を洗う時とかにこうヘアバンド的なお家とかでつける感じの。女子絶対持ってますもんね。そうなんですよ、ね、もうめっちゃ可愛くて、うん、でこのラブベアっていう子かな、主役っぽい。あ、そうです。すごいなんか人気のあるクマさんとかがいますね、うんうんうん、これが1760。なんかこれプレゼントとかでもめっちゃ良さそうな感じです。使いますもんね、絶対ね。そうですね、うん、絶対使います。これがペンポーチですね。あ、この背中が、はいはいはい、パパッと開くよというやつです。これは超ベストセラーでしょ。です。これはもう本当学生さんとかめっちゃ買ってくんですよ。その中でもこれなんかウサギさんと猫さんですね、うん、猫さんとバク、結構マイナーなところをつけてきた。バクっちゅう動物が仲間入りしました。新キャラみたいなことですね。あ、そうですね。で、これが2500円です。いや、これはね、これも可愛い。うちの娘も使ってます。これめっちゃ可愛いですよ。それでペンポーチなのかな。そうなんです、うん、ただ残念ながらペンポーチとしてはあまり物が入らなさそうな感じが、うん、しておりますが、おしゃれは我慢みたいなところありますからね、はい、まあ、使い勝手よりかはもう見た目重視みたいな感じです。これが私めっちゃ可愛いと思ったのがハンカチですね。ハンカチすごい、なんて言うんだろう、大人になるとさすがにこの辺ってあんまり持てないっていうか、なんか会社員で会社の会議でこれ置いてたりとかするのもちょっと気まずいかなっていうのがあるんですけど、まあ、年齢によるかな。なのでちょっとこういうハンカチぐらいなら持ってもいいよねっていう。確かに、うん、いいよねっていうやつですね。ハンカチは550。そっか、2期でもちゃんとタオルハンカチプライスなんだ、うん、そうなんですよ、うん、低価格ということでハンカチもあります、うん、はい。で次これが、これも人気のキーホルダーですね。それもよく見る。これはもうめっちゃ種類いっぱいあるんで、うん、こういうキーホルダーの新しい仲間が登場しております。このクマさんとか可愛いですね、うん、なんか奇抜なところで行くとカメレオンとかこう鳥さんもいたりで、こちらがですね1300円です。これなんか結構高校生とか中学生とかが友達とお揃いで買ったりとか、カバンについてるやつだ。そうなんです、うん、次これ品目としてはなんだろう。これはですねパスケースですね、はい、この後ろに透明なポケットがついてますので、あ、でこれもこう伸びると。そっかそっか、地域によってはっていう感じもするけど。あ、そうですね、うん、結構電車とかがメインなところだと、うん、これは需要めっちゃありますね、うんうんうん、しかもニキとグレムリンのコラボ的な、なんかめっちゃ再現率高い感じのギズモちゃんがいや、めちゃめちゃいい、可愛いですね、うん、
で、こちらになりますと、これはミニポーチ。ポーチなんて女子いくらあってもいいやつですね。そうなんですよ、うん、ミニポーチで、これちゃんとこう、なんかこうつけれるのがついてます、うんうん、はい。で、あとは実用性がありそうなのがこれ、巾着。巾着なんだろう、こう締めた時に初めて完全体ちゃんとこう丸くなるっていう。でこれが1760円。あ、でもポーチとしては普通ですよ。そうですね、普通なんですよ、うん、でプレゼントだとこれとこれセットとか最高じゃないですか、うん、にしたらめっちゃ可愛いですね、うん、という感じでですね、ニキの新作がドドンと。その中から富田さんに1個だけあげるって言ったら何やるんですか。私ですか、うん、私はこれがいいです。ヘアバンドなんですね。しかもこのシュナウザーがいいです。私犬好きなんで。なるほどね。ヘアバンドね。なるほどな。めっちゃ可愛いですよ。確かにギフトにも良さそうだし、うんうんうん、でも正直思ったより全体的にそんなにめちゃめちゃ高くないなって思います。そうですね。本当普通のペンポーチとか、うん、あのヘアバンドとか。ハンカチとかと同じような価格帯なので、ね、特別なんかこう、うん、ニキだからといって高いっていうわけでもなくて、うん、それも人気の秘密なのかね。そうですね、うん、もう世界中で大人気なこのニキシリーズですね、うん、で、あのラインナップとしてはまだまだめっちゃいるので、いろんな子がいるので。これでも一部なんだ。そうです。今回撮影するにあたってバイヤーさんに新しい柄とか新しい品目見繕って用意しといてって言ったら、こんなにこんなに用意してくれて。でもこれが一部ですから、ね、そういうことなんですね、はい、まだまだいっぱいいます。なので本当見てるだけでも楽しくなれるニキシリーズですね、うん、新しい人たちを今日はご紹介しました。よろしくお願いします。